皆さんこんにちは、個別指導塾基礎塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマは久々のちょっと暗記数学についてですね、解放暗記はどうなんだと、有効性であったりとか、もしくは現実的な学習方法、まあ、解放暗記と呼べるのかどうかは別としてね、まあ数学苦手だよって人はこういう風にやった方がいいんじゃないってことまでお伝えできればと思っております。はい、じゃあ早速お願いします。はい、でもやっぱ解放暗記ってもう賛否両論あるというか、まあ、よく問題になるじゃないですか。まあでも最近はやっぱ賛否で言うと、まあ、否定側が多いんじゃない。まあそうですね、でただその結構解放暗記っていうのを見るとなんかそもそもその定義自体が怪しい気がしていて、まあそうですね、いやどこまでのことを解放暗記と言ってどこから解放暗記じゃないのかとかっていうのもあると思うんで、そのでどうしても学習なので勉強なので暗記自体は絶対にしなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、いつかはね、いつかはどこかは覚えなきゃいけないっていうところあるはずなので、だからどういう形で覚えていくというのが正しいことなのかみたいなところで含めて今回お話しさせていただこうと思います。はい、はい、でただまあこういうのってなんか概念で話しても僕やっぱよくわかんないなと思ってですね、ちょっと問題を一例挙げさせていただきながらお話をさせていただこうと思っております。はい、いいじゃないですか。はい、で、まあ今回ですね、九州大学のある問題をちょっと取り上げていきたい。はい、で、まあそんな難しい問題じゃないです。本当に一番簡単な問題が出てた問題の中では。っていうところなんですけど、まあ、問題一つ取り上げて話していこうと思います。で、九州大学そもそも、まあいわゆる解放暗記で行くのであれば、まあ当たり前ですけど、じゃあ青チャートで足りますかっていうと、まあ今は結構足りない感じじゃないですか。なので、まあ今回は1対1と九州大学の、まあある一問をちょっと見比べながら話をしていこうと思います。はい。はい、で、まあ今年です。今年でも去年か。2023年の、第1問、括弧1。はい、まあ、あの、第1問が、あの、小問2個みたいな感じなので、まあ、実質それで、まあ、一つのまとまった問題っていう感じですね。の問題なんですけど、まあ、こんな問題だったんですよ。はい、では4次方程式 x の4乗マイナス 2x の3乗足す 3x2 乗マイナス 2x 足す1イコール0を統計という問題ですね。これは、まあ、相反方程式っていうものの問題なんですけれども、これね、実際に1対1の数学1の、2次関数っていう、まあ、2個目の章かな。の、第1問のうっていうやつに、実数も含め同じ問題が載っています。はい、あの、まあ、係数はもちろん違いますよ。はいはい、ただ、まあ、ほぼ同じような問題が載ってますよと。まあ、あるだろうね、こういう問題はね。そうですね。はい。で、で、こういう問題に対してどう考えるのかと。だから、1対1に対してどうやって仮に取り組んでいたら、この問題を解けるのかって話で言うと、まず、例えば、よくいる人、解放暗記ってこういうものだっていう人で言うので言うと、あんまり、あの、形とか概念とか気にせずに、例えばこの相反係数ってやつだったら、あ、相反係数でってやつだったらもう考えずに、あ、なんかこんな感じの式だったら、本当にこんな感じの式みたいな概念で捉えてて、こんな感じの式だったら、x の2乗で、まあ割って解いていけばいいんだな、ぐらいな感覚の人。そうですね。はい、昔の僕ですね。そうですね。なんかいっぱいついてんじゃん。で、4乗とかできないから、なんか割るんだろうなみたいな。そうそうそう。なんか2乗で割るんだろうなみたいな。あ、なんか X4 乗頭にあった25乗真ん中なぐらいの、まあ、結構適当な暗記をしてる人ですよね。すいません。いや、正直。でも本当結構います。結構います。本当になんか、いや、そんなんじゃできるわけねえだろうと思うかもしれないけど、それで1対1終わったって言ってる人結構やっぱいるんで。まあ、それダメだね。うん。まあ、これはもちろんダメですよ。で、あとは、例えば、まるっと、その、この問題ってこういう解き方するんだっていう、本当に1対1でこの問題とこの問題、この解法みたいなのを完璧に覚える人、うん、これも結構いますよね、実際には。いますね。だから、あの、でも進化じゃんこれ、だから僕の第2段階なんですよ。そうだから最初にこれやってもよくできないから次は解き方を覚えようってしっかり覚え出す。そう、しっかり覚える。だから、そう、この問題をこう解くみたいな感じで、そう、この問題が概念化されてないんですよね。あの、そう、もうこの問題って1対1で完全に覚えてしまってる方。はい、で、3つ目が、まあ、ある程度要点を絞って覚える方ですね。だから、例えば、相反、方程式は、最大次数の半分の次数で、例えば割ったら、割って、さらに、x 分の、x と、まあ、x 足すか。x 足す x 分の1イコール t って置くと、まあ、解ける。みたいな、ある程度の概念を持って、覚えるっていう人ですね。はい、で、さらに4つ目までいくと、これでも半分の次数って言っても、例えば頭が5次だったらどうするんだ、ね、はい、みたいなことに考えが至って、それを例えば調べて、奇数字と偶数字の違いをちゃんと調べて覚えるっていう方。で、最後の最後に、いや、これそもそも経験値から、いや、これ、x の2乗で割ったら、その、x 分の、x 分の1足す、x イコール t って置いて解けるのは、それは今までのことを理解してるから当たり前でしょ。
だからこういう問題はちゃんとその対象になっている式だったら x の2乗で、うん、割ればいいんだなとか、はい、そういうふうに今までの知識を応用して必要な部分だけ抽出して覚えられるかと。っていうのは大体レベル分けできると思うんですよ。イメージとして。うん、そうだね。うん。まあ、4と5はね、併用する部分もあると思うんですけど、うん、大体こんな感じだと思うんですよ。はい、で、まず1個目の、じゃあ、もうとりあえず形だけ覚えればいいか、みたいな。気にせず、まあ、とりあえず覚えればいいか、みたいな人は、まあ、当然解けないっていうのはさっき言った通りです。はい。うん。これね、全く同じ問題が出てすら解けない人も多いです。正直言うと。これだと。うん、そうだよね。そう。思い当たる節がある。そう。で、次に、まあ、二つ目の、もう本当に頑張って、この問題はこうだって、完璧にこう、まるっと覚える人。やっぱりこの人も、同じ問題だったらできるから、例えば、同じ問題集からテストをやったりすると、すっごいよくできるんですよ、このタイプの人。定期テスト組ですね。そう、定期テスト組、めっちゃよくできるんですよ。はい、でも、このタイプってやっぱ受験では残念ながら受からないんですよね。はい、で、結構な頻度で、まあ、否定されてる解放暗記って、結構ここじゃないかなって思ってます、個人的にはもう。そうだね。うん、だから2番でしょ、うん、だからもう問題と答えだけ覚えればいいんだみたいな風なのが解放暗記として捉えられてるかなと思うんですけど、そうだね、これはじゃあこれだとやっぱり応用効かないから NG っていう話ではどうしてもやっぱりなると思うんですよね、はい、うん、であとは、まあ、逆にこの3つ目だから相反方程式ってこういう風に解くんだよねっていう風にとりあえず要約できてる人、うん、でこういう人はある程度の問題解けるし、今回の問題、実際の九州大学の問題はこのレベルまで到達してたら解けると思います。うん、うん、そうですね。で、ただ、まあ、その、南海大学合格っていうのを考えると、まあ、ここでも正直ちょっと不足するのは不足するんですよね。うん。うん、で、まあ、4つ目は、まあ、単純に偉いんですけど、うん、まあ、結局4つ目と5つ目を、まあ、組み合わせられる人じゃないと、実際には南海大学合格は厳しいよっていう話なんですよ、どちらかというと。はい、はい。はい。やっぱり細かい知識として今ここに明確に書かれていることプラスどうなんだろうっていうふうに疑問に思えることとかっていうのはすごく大事だし、プラスでその今まで使った知識と組み合わせて理解することができる、覚えることができるっていうのもすごく大事にはなってくるわけなんですよね。そうですね。うん。だから例えば解放暗記っていうふうに一概に言ってしまって問題と答えだけ覚えるっていうのはもちろん NG なわけなんですけど、どこかのレベルでは暗記しなきゃいけないっていうところはあって、だから結局理解してる人も暗記はしてるわけですよ、極論言えば。うん、そうだね。なので、暗記するにしても、こういうふうに何かしらの形に噛み砕いて、最低限3番目の形にまでをして暗記をしてもらえるといいのかなっていうのがまず、一つ目として言いたいことですね。そうですね、はい、だからこれって、うん、そのいい予備校の授業とか、うん、いい参考書は3がちゃんと書いてあるんですよ。少なくとも3は絶対書いてあるんです。そうですね、うん、でそれを、まあ、授業であれば先生がいやこうで覚えろ覚えろって言ってくれるんだけど、うん、普通に学校の授業をただ聞いてるだけだったりとか、うん、なんとなく参考書読んでるだけだと言ってはくれてるはずなんだけど、うん、強調されてないから、そう、そう、あ、それをきちんと3までいけないんですよ、うん、で僕解放暗記って生存者バイアスだと思ってて、うん、そのは、まあ、これ自分ででもキモいんだけど、うん、僕は多分ね解放暗記的なことで言うと2までしかできてないんですよ、うん、できてないんだけど膨大に詰め込んだ2に対して、うん、その3のレベルまで現場で入試の現場で引っ張り出したからそれなりに解けたんだと、うん、でもそれってもう生存者バイアスじゃん。そうそうそう、そうなんです本当に。だし実際指導してて、うん、それができる子って多くないから自分は運が良かったなってすごい思うけど、うん、指導するんだったらまず3までやんなきゃねっていうことですよね。そうですね、はい、ただ難しいのはさ、うん、自分がどこまでできてるか分かんないことじゃない。そうですね、うん、だからいっぱい解く必要があるんじゃないの。いや本当おっしゃる通りで、結局今はあくまで分かり、なんでこんな簡単な問題持ってきたかっていうと今の時間で話すのはこれが精一杯だからなんですよね、うんうん、だから本当は例えば1個の問題でこういう情報は抽出できるかっていうとそうではなくて、うん、2個3個やって初めてそれを統合して情報を抽出できるってこともあるし、その情報抽出したものをやっぱ繰り返しやることで初めて自分が使えるものになっていくっていうところあると思うので、やっぱり今そういったような勉強が必要になってきますよっていうことと、もっともっとめちゃくちゃ数学ができる人っていうのは実際にはこういうその一個一個の文章が頭の中でめちゃめちゃフローチャート化されてるイメージなんですよね。そうそうそうイメージとしては、うん、なのでそれって結局パーツを今一個集めればとりあえず OK って話をしてるけれども、それがパーツごとにやっぱり組み合わせて、さっきの5番の話じゃないですけど、そのパーツごとの組み合わせってものがものすごく頭の中でしっかりなされてるっていうところになってこないと、うん、やっぱり超難関大学、あとそれこそ東大とかに行くってなってくると、まあ、さらに厳しくなってくるのかなっていうところもありますね。そうですね、はい、問題はだから自分が2で止まっちゃってんのか、
3までいけてんのか、うん、多分本当ここなんですよ。一番大事なのはここですね、やっぱりね。そうだけどそれが自分じゃ分からないから、そうそう、だから1対1もやるけど青チャートもやるし、そう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 、そう、か、問題のレベルをある程度かぶせて違う問題でできるのかできないのかっていうのを戦った方がいいんだと僕は思ってますね、うん、そうですね、はい、だからまあ結構こういうのを両方やれとか言うとやっぱりいろいろ言われるんですけど、うんうん、でも自分でやるならやっぱそういう風にやらないとしょうがないんですよね。そうね、うん、誰かから教わりながらいい教材を与えられながらだったらいいですけど、そうじゃなくてある程度自主学習を中心として進めていくのであればやっぱりそういった風なやり方になってしまうというか、ならざるを得ないというか、あのほとんどの方はそう確認していかないとうまくいってないよっていうところは現実としてあるのかなと思いますよね。そうですね、うん、あとだからもう一個言うと3だけっつのもできないんだよな、実際3だけっていうのはできないです実際。いきなり初手3から行こうとする人もいるけど、そうそう、大体青チャートやり直した時にできなくなってる、そういう人って。そうそうそう、よくねすごい動画とかで3だけやらせようとする人ってめっちゃ多いんですよ。あ、まあ、ちょっとあんまなんか特定しないようにして、いや特定しないように僕今必死で特定しないように言ってるんですけど、はいはい、分かるよ、3だけやらせようとする人ってめっちゃいるんですけど、その人はある程度できるようになってるから3だけでできるようになってるのが正しい、はいはい、だから例えばそのもうめちゃくちゃある程度できるようになってて、3の内容だけもう一回インプットし直したい、確認したいからざっと見るとかっていうのはありだと思うんですよね。ただその3まで行くまでの流れの中で急に最初からその3だけをインプットどん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 最初からしていくっていうのはやっぱり現実にはないのかなと個人的には思いますね。そうね、だから改めて見るとやっぱり予備校の授業とかの素晴らしいのはちゃんと具体的な問題の解説をしつつ、 その中で出てきた3を使ってそうそうそう2ヶ月後3ヶ月後の問題が解けるようにちゃんと綺麗に組まれてるんですよね。そうなんです、そうなんです、はい、だからその講義とかって素晴らしいし、うん、でそういう講義をこの本に落としたものっていうのも非常に有用だし、うん、そう、ただ問題は講義だけだと1日数問しかできないじゃん講義って。そうそうそう、じゃ1年間やって100問とかしかできないわけよ。そう青チャート例題1から3までやって1000問ですよ、うん、足りないんですよ。いや足りないですよ。やっぱ結局どんな素晴らしいものをインプットしようが結局自分でやんなきゃいけないってことですよね。まあそれは本当におっしゃる通りですね。インプットだけだともちろん解けないんでね、アウトプットできるようになんなきゃいけないですから、3をインプットしててもアウトプットできない人もちろん受からないんで、そうですね、うん、だからまあそこまでいけるようにちゃんと練習もしなきゃいけないですから、はい、まあ、どうしても問題集での練習とかもまあさらに必要になってくるかなと思いますね。はい、はいはい、というわけで本日はですね、まあ、解放暗記についてお話をさせていただきました。まあ、実際ね、まあ、解放暗記って言葉自体がちょっとポップすぎるんで、まあ、皆さんはどこの段階にいるか1から5でねよく考えてみてください。まあ、個人的に、まあ、さっきも言いましたけど3にたどり着けるかどうかが、まあ、いわゆる難関台に行けるかどうかの瀬戸際だと思います。逆に言うと3まで行ければあとは問題の量とかこなしていく中で自然とねなんとなく4とか明確に4、5っていけるのは結構優秀な人なんだけど、なんとなく4っぽい考え方とかができるようになってきたりするので、そういった部分はね自信を持って取り組んでいただければと思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。